んにちは、花城ココアです。今早朝の7時。いつもだったら朝の7時って寝る時間なんで、私がね早起きしたかっていうと、以前ココスのモーニングブッフェを食べた時にびっくりドンキーのモーニングも美味しいですよっていうコメントをいただいたので、今回は早起きをしてびっくりドンキーのモーニングに行きたいと思います。あのハンバーグで有名なびっくりドンキーがモーニングをやってるなんて、びっくりドンキーっていう感じなんですけども、人気があるみたいですよ。相変わらず今日も外は雨なんですけども、張り切っていくぞー。よし、ココチューブ。はい、ということでお店に到着しました。いや、朝なんだけどさ、半分ぐらいね席が埋まってるかもしれないですね。では早速頼んでいきます。残念なことがあるんですよ。今鳥インフルエンザの影響でゆで卵と目玉焼きがね出せないらしい。まあでもその代わりにポテトサラダとかが出てるみたいです。モーニングはねこんな感じです。でなんかアイスコーヒーとホットコーヒーはおかわりが無料なんだって。すごいお得。これがモーニングプレートっていうやつで、今残念ながらこの目玉焼きのがないから、このねスクランブルエッグバージョン、これ頼もうかな。そしてさ、そしてさ、やっぱりびっくりドンキーといったらこれでしょ。ハンバーグミニマムディッシュセット。普通のハンバーグよりも小ぶりなねハンバーグらしいです。え、朝からハンバーグ食べられるとか幸せじゃない。あとはトーストとかチーズトーストセット、ポテサラセットとかがあって、でねこのね卵かけご飯もね、醤油で食べるんじゃなくてオリジナルソースで食べるね卵かけご飯だから食べたかったんだけど、今はないみたい。悲しい。多分なんだけど全店ねこれね今は出てないみたいですね。卵早く安くなってくれ。これお、なるほど。お味噌汁とかも選べる。え、ヨーデルって何？ヨロレヒヒみたいなやつ。え、なんだろう、ヨーデルってめっちゃ気になる。アイスコーヒーでしょ。アイスコーヒー。あとこれだけじゃ絶対お腹いっぱいなんないから、これねミニマムディッシュ。あー悩む、あー悩む。じゃあこのチーズ入りのを頼みます。それとトーストセット。え、チーズトーストも気になるけど、ポテサラトーストも気になる。これでしょ。えい、オッケー。はい、アイスコーヒーが来ました。これね飲み放題なんですよね。めっちゃお得、しかも結構でかいの。いや嬉しい。はい、届きました。これがコーヒースペシャルブレッドファーストスクランブルエッグ、アイスコーヒーをつけて880円。これがねドレッシングだそうです。でこれがポテサラトーストです。で通常はこれがゆで卵つくらしいです。ミニマムディッシュセット、お味噌汁つけましたよ。うわー美味しそう。いいですね、ハンバーグとお味噌汁。びっくりドンキーに来たといえばこのサラダですよ。このサラダついてるのもありがたい。トーストと比べてもこのぐらいだから本当に少量、お子様セットぐらいかな。そんな感じです。それではいただきます。じゃあまずアイスコーヒー、こんな大きいので来るんですね。あ、美味しい。ブレックファースト。じゃあこのサラダにドレッシングをかけて、ではサラダから。このブレックファーストのサラダは通常のさハンバーグに乗ってるサラダと違うかも。なんかびっくりドンキーでさ、人参と大根が千切りにされてるサラダ以外を食べるのが新鮮。レタスとトマトと紫玉ねぎが入ってます。うん、紫キャベツのおしゃれなやつも入ってる。うん、これおしゃれ、おしゃれな味。そしてポテサラ。いやー、じゃあ朝って感じだ。で、お肉系はソーセージとベーコン丸々1枚そのまんま乗ってる。なんかこれ1個のワンプレートだとホテルの朝食っていう感じ。うん、ソーセージ美味しい。じゃあトースト食べます。バターがあったんでバターを乗せて食べる。私家であんまりねトースト食べないからさ、すごい嬉しい。うん、うん、美味しい。サクサクにトーストされてる。もしかしてこれスクランブルエッグを乗せても美味しいんじゃない。うわー見て見て、美味しそう。
やっぱ自分で作るスクランブルエッグと違うんですよね、こういうところ。なんで自分のだとパッサパサしてる。でもお店のやつだとさ、トロトロしてる。乗せちゃう。朝食べると余計美味しいですね。ドレッシングがさ、イタリアンドレッシングっていう感じで酸味がある系なんですよ。じゃあ次はトースト食べようかな。じゃーん、ポテトサラダトースト。こんなん絶対美味しい。その前にコーヒーを飲みましょう。あー、これもさっきのブレックファーストと一緒のパンですね。その上にポテサラ乗ってて、チーズが乗ってます。チーズが乗ってるからポテトグラタンみたいで美味しい。なんか見た目的にあんまりポテトサラダ乗ってないかなと思いきや、食べたらしっかりとねポテサラが乗ってますね。朝はどっちかっていうと食べるんだったらご飯派なんですけど、でもなんか外食するんだったらパンっていう感じがする。ちょっとだけからしマヨ入ってるかな。全然辛くないんだけど、風味がからしっぽいような香りも感じる。じゃあ付け合わせのポテサラ、多分さっきのブレックファーストに乗ってるのと一緒ですよね。うん、じゃがいもがホクホク系で美味しいです。ココチューブ。じゃあ次はいよいよ朝からこれを食べていいんでしょうか。ハンバーグ、しかもチーズも乗せました。びっくりドンキーと言ったらこのサラダですよね。このサラダ朝から食べられるの嬉しい。特にさ、この乗ってるマヨネーズがさ、びっくりドンキーっていう味がするんですよね。なんか確か前びっくりドンキー来た時に大盛りフェアみたいなのやってて、パフェの中にサラダが入ってるみたいなやつを食べたんですよ。サラダがたくさん入ってて、あれすごい美味しかったんですよね。もう常に欲しいぐらい。大きさがさ、ちっちゃいからさ、チーズの量がたくさんに感じますね。うわー美味しそう。美味しい。チーズハンバーグのチーズ多すぎるから、さらに間違ってトッピングしちゃったかって思うぐらいチーズたっぷりでびっくりしてる。でご飯の量もねいい感じ。多分 150g あるかないかぐらい。世の中の方はどうかわからないですけど、私は朝からお肉が食べたいんですよ。この間ココスのバイキング行った時もさ、私はモーニングビュッフェだから、モーニングビュッフェにハンバーグがなかったから食べられなかったんですけど、モーニングじゃなくて単品でね頼んでる方が近くにいらっしゃって、その方がねお肉をね焼いてる音と匂い聞いたらね、もう朝からだけどお肉食べたかったの。それをね叶えてくれますびっくりドンキーは。モーニングからハンバーグがある。そうだ、お味噌汁がありましたよ。びっくりドンキーのお味噌汁は人気4位らしいですよ。で、なんかね、具材もね、その日によって違うらしいんですが、今日はおネギと、わかめと、あとなんだろうこれ、舞茸みたいのが入ってますね。やっぱ朝といったらお味噌汁ですよね。美味しい。味が濃くて美味しいです。あとね、ビッグドンキーのお味噌汁は90分ごとにね、作り変えてるんだって。ね、今3個食べたんですけど、どれが美味しいかって言われたら、全部美味しすぎて、ちょっとどれか1個おすすめみたいなのが選べないな。全部美味しい。そしてご飯を食べてからの、お味噌汁美味しいです。今中途半端にね3個ちょんちょんちょんって残してるから、それ順番にいろいろ食べていこう。なんかこのねブレックファースト食べるともう1個でお腹いっぱいになるっていう噂を聞いたんですけど、まあそんなことはないよね。仕事に行く前とかに食べるんだったらこれ1個で十分なのかな。あんま食べ過ぎても眠くなっちゃうもんね。トーストもさ、厚みがあるから食べ応えがあっていいですね。なんか急に人が減った気がする。私は9時頃にここに到着したんですけど、みんな来るの早いのか9時ぐらいになったら人が少なくなりましたね。ちなみにモーニングは11時までやってるみたいです。結構大きいベーコンでしたね、持ち上げたら。
うん、うん、あーベーコン食べると朝食って感じする。調べてみたらさ、モーニングやってるお店って結構あるんですよね。モーニングにハマりそうなんですけど。あと店舗限定だけどサイゼリアの食べ放題のモーニングがあったりとか、あとねロイホのモーニングブッフェもあるみたいなんですよね。なんかロイホのモーニングブッフェはあの有名なパンケーキもね食べ放題みたい。今もやってんのかな。行ってみたいですね。ホテルブッフェとかもいいけどさ、なんかファミレスの方が親しみやすい。いつでも行っていい感じだからたくさん行きたいなって今思ってます、ね、そしてまたハンバーグに戻ります。ポテサラトーストと一緒にね、単品のこのサラダもセットで頼めたみたいなんですよね。このサラダ本当永遠に食べたい。うん、うん、豚足なんか贅沢ですね。順番に食べてる。卵かけご飯も食べようと思ってたんですけど、残念ながら卵かけご飯は今品切れ中だからさ、ないって分かると余計に食べたくなりますよね。普通の卵かけご飯だったらまあお家で食べればいいかなみたいになるけど、ハンバーグのタレで食べる卵かけご飯食べたことないからさ、食べてみたい。絶対美味しいですよね。うんうん、美味しかった。もう全部食べました。美味しかった。はい、追加オーダーしました。じゃーん、まずこれがチーズトーストで、ね、チーズトーストはね単品でなかったのでドリンクセットで、めちゃくちゃでっかいオレンジジュースが来ました。あとやっぱりハンバーグで、ミニマムディッシュセットの次はねおろしそバーグにしました。今日は食べ放題だ。あ、そうだ、コーヒーもねおかわりしました。そしてオレンジジュース、うん、美味しい。え、何このオレンジジュース、粒粒、うん、粒がちっちゃくてブジョブジョブジョって感じ。美味しい、オレンジ食べてるみたい。チーズトーストをいただきます。うぃー、多分チーズの下にマヨネーズが引いてあるんですよ。マヨネーズが香ばしくて美味しい。うん、やばい、一人でさ5人分のモーニング食べてる。これもさドリンク付きで440円だし、すっごいリーズナブルですよね。まあこれだけ食べたらリーズナブルも何もないんですけどね。はい、完食。あ、またサラダついてる、嬉しい。牛丼でもそうだけど、おろしが好きなんです。ジューシーなハンバーグがおろしでさっぱり美味しい。モーニングは11時までやってるんですけど、11時になった瞬間に頼めるメニューが増えました。多分10時から通常メニューもね増えてる。だから10時から11時の間に来ればモーニングもランチも通常メニューも頼めるんですよ。だからあれですよね、10時に来るのが一番いろいろ楽しめていいかもしれないです。まあモーニングがね一番ねお得ではありますけどね。さすがにお腹いっぱいだわ。そして二刀流、このオレンジジュースはどうやら太陽のオレンジっていうジュースらしい。美味しい。はぁ、あ、美味しかった。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日はびっくりドンキーのモーニングに来てみました。ぜひ皆さんも朝にびっくりドンキーに来てね、元気な一日を過ごしてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お話しろココアでした。バイバーイ。最後に今日のお会計を大好評、3420円。え、朝から私飲み会したんか。